妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、お姉ちゃん。今日乗る戦車は、日本のピアジュ中戦車、STB-13 だね。うむ。マップはウエストフィールド、マッチングはピアジュオンリーマッチだね。それじゃあ初動は、南東の警戒に当たろうか。了解だよ、お姉ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ついに STB-13 の登場だね。うむ。今、北米サーバーではクルーの乗せ替え割引が来てるんだよね。なので、この気を逃すまいと、何両か戦車を売って無理やり買っちゃった。それは、ちょっと残念ではあるけど、でも今は STB-13 の入手を素直に喜びたいね。うむ。年初に日本釣りを進めると宣言して苦節半年、ようやくのゲットだもんね。そして今日のバトル、正真正銘の乗り出し初戦になるです。いいね、お姉ちゃん。ちなみに拡張パーツはボーナススロットに換気扇、あとはラマーとスタビにしてるです。全部普通のやつだよね。うむ。ボンズも4万以上あるから、ボンズ拡張パーツをゲットしてもいいのかもだけど、ラストエリクサー症候群の私にその勇気はなかったです。あわう。どんまいだよ、お姉ちゃん。ところでお姉ちゃん。一つ気になることがあるんだけど、聞いてもいいかな？もちろんだ妹よ。何でも聞いてくれたまえ。その、STB-13 の明細というか、デカールが少し気になるんだけど。ふっふっふ、なかなか目ざといな妹よ。日本の戦車ということで、何か日本っぽいデカールを貼り付けようとしていたら、この前のワンワンキャンペーンの時に、ワンワンデカールセットを買ったのを思い出してね。それでワンワンデカールの中から、日本犬である秋田犬を貼り付けてみたんだよね。あと、今は見えないんだけど、車体正面にはちゃんとワンワンハウスもくっつけてあるから、この子の寝床の確保もバッチリだよ。あわう。なんていうか、お姉ちゃんのセンスって。ふっふ、褒めても何も出ませんよ。ってね。さて、それじゃあそろそろ実況に移ろうか。なんか手薄っぽいし、このまま突撃しちゃうとしようか。了解だよ、お姉ちゃん。一気に反対側の崖下まで行っちゃうね。うむ。と、陣地防衛に E103 がいるね。あの位置なら崖下に張り付いちゃえばさほど問題ないし、このまま進んじゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。でも、南西の隅っこに誰か入られちゃってると、ちょっと厄介だよね。うむ。とはいえ、駆逐さんの通常の初動を考えると、駆逐さんが陣地転換して入り込める時間的余裕はなかったと思うから、いたとしてもマンティコアさんくらいかな？あ、自走さんは確定だけどね。マンティコアさんだけなら、DPM が低いし、そこまでの脅威じゃないと思っていいのかな？うむ。それにもし南西から撃ってきても、こちらが低体ダメージを負う前に、味方の後続さんたちに飲み込まれると思うから、ここは気にせず E103 と戦っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。さすが E103、なかなかに硬いね。ナイスショットだ妹よ。と、自走さんを発見だね。了解だよ、お姉ちゃん。狙い撃つね。ナイスショットだ妹よ。ふっふっ、そう簡単に当たらないってね。ナイス撃破だ妹よ。軽戦車さんが E103 に絡みに行ってるね。うむ。側面いただきだね。そしてこれで残す敵は北西方面だけだね。ナイスショットだ妹よ。撃てることは撃てそうだけど、この距離でスウェーデン駆逐さんか。あのスウェーデン駆逐さんはちょっと面倒そうだし、重戦車さんたちを狙っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。むう、取られちゃったか。北西の護衛さんは間に合いそうにないから、中央のキリンさんに向かうね。うむ。STB-13、全速前進だね。了解だよ、お姉ちゃん。むう、建物と茂みのせいで、車線がさっぱりよくわからないね。よし、最後もらっちゃおうか。てむう、こうなったら必殺、ワンワンアタックだ。よしよし、これにて無事に初勝利だね。嬉しいけど、ワンワンアタックはちょっと。成績発表。よだめ2687、キル数2、アシスト904、棒ダメ0。
スコアは910でチーム内4位、初3バッジをゲットだね。収支は、E103 のせいで赤字になっちゃったね。とはいえ、こうして初戦をそこそこの活躍で終えれたのは、なかなかに幸先いいスタートだよね。そうだねお姉ちゃん。塗装はちょっと考え直してほしいけど、いい感じのスタートだよね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。